はい、皆さんこんにちは。大切です。新しいですね、ビジネスを作り出すときにですね、私がいつも考えているのは A さんと B さんの、いいところ、それをですねうまく、つなげることができないか、それですねいつも考えております。もしコミッションにご興味がある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。ここも5年近くですね、商談サポートというのをねやっておりまして、主にこの海外のメーカーさんと日本のクラウドファンディング、もしくは代理店をしていきたいというね、物販事業者の皆様をつないで商談をですね英語で行って、それをまとめてですねメーカーさんとクライアントさんをおつなぎするという、そういったねサポートを今しているんですけども、最近ではですねいろいろと派生してきておりまして、例えば日本の事業者さんので中古のゲームとかそういうのをですね仕入れる方と、海外のですね卸をしている B2B のゲームを買ったりとかする人、そういう人たちをつないで Zoom で商談をしてビジネスをすることを手助けしたりとかですね、例えばですね海外のツールの日本総代理店を取って日本で販売する、まあ私がですね昔このテラピークというですね eBay の過去の分析ツール、こちらの日本総代理店を勤めて日本で展開していったようにですね、今でもいろんなアプリとかツールとかありまして、それを日本で展開をしていきたいっていう事業者さんもいっぱいあったりとかします。あとは日本のこういった商品を海外のキックスターターとかインディゴーとかで出していく、そういったのもですねどんどん案件として増えてきたりとかしておりまして、世界の企業さんと日本の事業者さんをつなぐ、それをですね Zoom でどんどんやっていくっていうのはですね、私もだんだんとねジャンルを増やしていきながらサポートしているっていうところで、非常にですね面白いなというふうに思ってます。やはりですね自分の力っていうのは限られてますので、いろんな人とつないでですね新たなビジネスの価値を作り出していくっていうのはですね今後ますます重要だなというふうに思ってまして、私も非常にね楽しみにしております。人とどんどんズームで話していく、これはですね私にとってもビジネスとしてもっともっとですねいろんなカテゴリーでできていくなっていうところがありまして、今までですね6000回以上いろんなメーカーと商談っていうのをしてきておりますので、単なるクラウドファンディングだけの商談に関わらず、いろんな企業との商談っていうのをですねになっていくっていうのもですね面白いなというふうに思ってまして、今いろんな会社さんからの依頼、例えば eBay に電話してください、 Amazon に電話してください、海外の弁護士に電話してください、いろんな依頼が来ておりますけれども、やはりね直接話すことによって文字ベースで話すよりもビジネスが早く進むんですよね。なのでやっぱりこうスピーディーに信頼感を勝ち取ってビジネスをしていくためにはですね Zoom でしっかり話していくっていうのが、ね、重要になってくると思います。アプリの向こう側、パソコンの向こう側にはですね人がいますので、人と話すっていうのはですね非常に効果的な交渉方法であるというふうにですね私も思っておりますので、何かこう要望がある方っていうのはですね、ぜひ私の方にもねご相談いただければなというふうに思います。もし本日の内容が良かったらぜひいいねをよろしくします。チャンネル登録のホームです、こちらの方からよろしくします。 X の方もですねこちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys and I see you guys tomorrow. Bye.